どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。まずですね、現在2015年11月の5日、10時16分を迎えました。本当は10時きっかりに撮っておきたかったんですが、手紙が届いております。誰からの手紙でしょう。見てみましょう。ペイ。まずはダウンロードスターター400万達成報酬ということで500ジェムアダース。そしてですよ、これです。スターター400万達成のパパスの剣、パパスヘア、パパスの服、パパスのズボン、パパスのヒゲ、パパスのスタンプパパスのスタンプもあったんかということで、400万ダウンロードの記念配布が本日ありましたよという内容でございます。まとめて受け取りましょう。500ジェム、武器、防具4、道具、戻る、閉じる。はい。で、見てみましょう。見た目を変える。その見た目変えるっていうよりさ、このさ、ステータス見たいよね。さあ、パパスの剣はプラス31、星4扱いですね。最大値プラ20。まあ、突はできない、進化はできないと、思うというか、進化できないので、まあ、さみだれ切り、まあ、やっぱりステータス的には厳しいですね。はい、パパスの剣はまずこんな感じですね。まあ、パパスの剣、見た目に変更しましょう。おお、見た目かっこいい。見た目かっこいいぞ。そして頭。頭が、今回はこれ、完全スキンアバターって感じですね。パパスヘア。HP プラ弱がついてます。守備力はプラ7。だからこれ、まあ、11月の4日までにこのゲームをダウンロードした人、が、このパパスの、なんだっけ？アバターっていうか、スキンっていうか、装備意識もらえるんですが、10月4日に初めて始めた人とかはこれをこの初期装備星4のやつ使えたりするかもしれませんが、ただね、もう完全もうスキン用という感じですね。ステータスとかちょっと厳しいですね。装備を変えるじゃないよ、見た目を変更する。これだ、パパスヘアパパスヘアになった、パパスヘアになった。これがパパスヘア。髪色とかも全部これ固定になるんですね。黒で。いいですね。黒髪いいわ。しかも、まあいいや。それはいいとして。はい、体上。どこや？これや。パパスの服。パパスの服は守備力プラ16の最大プラ20。偉大なるグランバニアの王、パパスが愛用した服。清さプラ着。5分の1。あ、間違った。これ装備しましょう。装備を変える。あ、間違った。装備変えじゃない。見た目変えるで、これを変更する。裸になった。裸の王様になった。そして体下。どこや？これや。パパスのズボン。これかっこいいですよね。三河市立プラジャック。レベルは1分の1か。これ、能力値は？三河市立プラ16。これ優秀だね。これ非常に優秀です。パパスのズボン。これ初心者の方使えるな。変更する。そして盾。盾もあんのか？盾はない。そうか。パパスは盾持ってないな。パパじゃねえよ。パパスは盾はないんだけど、アクセですね。この、パパスのヒゲ。パパスのヒゲが、来ました。これ、メガネと一緒につけれるのかな？あ、メガネと一緒につけれる。これまさにもうマルベリーだ。まさにマルベリーだ。これええやん。これええやん。はい。ということで、ちょっと拡大してみてみるか。こんな感じ。このマルベリアで、完全。この上髭度合いが。上髭度合いがマルベリアで。で、まあまあまあ。あ、後ろ髪がね。後ろ髪がパパスですわ、完全。これがパパス装備でございますわ。ちょっと引きで見てみましょうか。なんか思ったよりか、思ったよりか良くない思ったよりか良くないな。ただのおじさんだな。ちょっとカスタマイズしよう。いいわこれ、これいいわ。で、剣はどうだろうね。パパスの剣もかっこいいけど、どっちがいいかな、どっちがいいかな。変更解除。いや、でもロトやな。来た。
私はもうこれに決めた。これに決めた。このヒゲ、このヒゲがもうバッチリだ。これもうよりマルベリーに似通りました。まあ、だから冒頭にこうマルベリーっぽくしたっていうところがこのヒゲでさらに強化されたわけですよ。このヒゲのためだけの動画になっちまったけど。はい、ということでパパスセットね、400万ダウンロード、2015年11月5日の10時に配布になったということでございます。まあ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 、これとあとですね、もう一個あのお伝えというかね、紹介したかった内容があって、動画の方でねお伝えしたかった内容があって、まあ、ちょっと盛りだくさんすぎてね、どういう風に編集切ろうかなとかっていうのがあるんですけど、はい、これメタスラの盾ですね。でメタスラの盾があの今回のアップデートであの変更になったみたいなんですよ。スキル内容が、それがねどこにもお知らせに多分載ってないんですよ。ただリスナーさんの方から教えていただいて分かったんですが、盾を見て、で私なんかこれバグじゃないかなと思ってるんですけど、私メタルガードあのレベル7まで上げてたつもりなんですけどね、なんかレベル5になってるんですよね。まあそれはいいとして、メタルガードを見てみるとですよ、防御しつつ呪文ダメージを無効化するっていうのがこのメタルガードの特殊な、防御だったんですね。なので通常防御しつつなので、防御が基本的には、通常あの相手からのダメージを 50% 減ですね、 50% 減しつつ呪文ダメージを無効化。なので相手があの呪文だった場合、あのブレス系とかじゃなくてイオナズンとかベギラマとかそういう呪文系だった場合、そのダメージをゼロにするという特殊な、防御だったんですが、まあ、ここは変わんないですよね。その次の対象が自分のみ2ターン有効というふうに変更になっております。前はですね1から2ターンか1から3ターンかちょっと定かじゃないんですけど、あの1ターン後に消えてしまう場合もあったんですよ。なのであの竜王戦とかよしメタルガードってやって、みんなガード防御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 とかってやっちゃうと、あの味方のターンがすぐ終わっちゃうんで一旦越すことになっちゃうんですよね。で相手がなんか強い攻撃打とうとして、あのスキルゲージがどんどん溜まってってガードが入って、よし大丈夫だと思ったらターンが終わってしまってガード解けるみたいなことがあったんですが、まあ、それの対処なのか、メタルガードが2ターン有効になっております。まあ、これ非常に、良いアップデートだったので、これ情報としてお伝えしておかないといけないなと思ってたんですが、前の動画でそれを伝え漏れてました。なのでそれを今、撮ってる編集内容と合成編集してね、うまくお伝えしたいなと思っておりますということでございまして、パパスの、なんだろう、400万ダウンロードのパパスセットの着せ替え動画という形になるかもしれませんが、なんかよくわからないがうまく編集でつなごうと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。